こんにちは、皆様。トライゾンで開発しよう。トライゾンコアと投下の始め方のウェビナーを、忙しいところお参加いただき、誠にありがとうございます。私はガルシア・アルバロと申します。トロレックスジャパンの技術営業部として、このウェビナーを発表させてください。よろしくお願いいたします。このウェビナーで基本的にはトライゾンでアプリケーション開発の仕方をご説明したいと思います。もう少し動画の深い話とトライゾンで動画の詳しい例をご紹介させていただきたいと思います。ウェビナーツールにはいつでも入力できる質問ボックスがあるので、質問がございましたらご入力させて、ウェビナーの最後には質疑応答が行われます。このウェビナーは1週間後の後で弊社のサイトで公式リリースさせていただきます。まずはトラデックスの、短い自己紹介をさせてください。トラデックスはスイスの産業用アームシステムモジュールメーカーでございます。社内開発され、高信頼性10年以上の長期可用性製品をご提供して、ソフトウェア技術ノウハウとハードウェアキアリアボードの設計と回路図の開発参考書もご参考していただけます。そしてトラデックスの製品は、週台から週万台までの産業用向けのアプリケーションをご提供させていただいております。工場自動化や医療系または測定などのソリューションに採用させていただいております。もし新しい組み込み製品のご検討しているお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ声をかけてください。お客様の条件に応じて一番ふさわしいオプションをご紹介させていただきたいと思います。前回のウェビナーですが、トライゾンの焦点をいたしました。トライゾンとは何ですか？トライゾンのコンポーネントとどこかが含まれていることに、ことに言及したトライゾンのアーキテクタの詳細をご紹介いたしました。さらに、どこかでアプリケーションを簡単に起動する方法についてのデモも行いました。しかし、簡単な紹介しかしなかったと思います。今日は、前回あまり話しなかったの、どこかについてもう少し詳しい話をご説明したいと思います。特に、どこかのアーキテクタとコンポーネント及び独自のアプリケーションで、この使用方法について説明させてください。まずは、トライゾンのインストールについて説明いたします。トライゾンの Linux オペラティングシステムイメージですが、トライゾンコアというイメージのインストールをする必要があります。トライゾンコアは、トライゾンでご利用される Linux ディストリビューションでございます。トライゾンコアをインストールするには、トラデックスモジュールにプリロードされているトラデックスイージンストーラーをご利用いたします。トラデックスイージンストーラーはグラフィカルユーザーインターフェースで、ユーザーはご希望のオペラティングシステムイメージをインストールして、簡単な方法でトラデックスモジュールの内部フラッシュメモリにインストールします。ご対応のインターフェースですが、直接スクリーンとマウスを接続してご利用いただけますが、なければ BNC と呼ばれるリモートデスクトップもご利用いただけます。こちらに、動画を、ご紹介動画を、紹介いたしますね。はい。すいません。こちらは、シリアルコンソールモジュールの接続されているのシリアルコンソールでございます。ご覧のように、このトラデックスイージンストラは、Linux ディストリビューションとなります。そして BNC サーバーで、接続そしたら、このような、その簡単で、トライゾンコアをインストールすることができます。完了すると、トライゾンコアは、そのままでご利用いただけると思います。そして、最近なんですけど、トラデックスコアの BSP 5.0 もリリースしましたので、このバージョンは、トラデックスの、Linux のカーネルの 5.4 から、ベースとしてリリースいたしました。
ドライトンコアのイメージですが、今回は評価上のコンテナがすでにインストールされているドライトンコアイメージをインストールしました。なお、コンテナが追加されていないドライトンコアのみのイメージもあります。お好きにお選択してください。もちろん、コンテナが追加されていないドライトンコアをご利用すれば、後でこのコンテナを、簡単に追加していただけると思います。トライゾンでアプリケーション開発ですが、2つのルートがございます。左側にトライゾンコアのみ、トライゾンコアの専用のトラデックスはが開発したビジュアルスタディオとビジュアルスタディオコードプラグインをご利用するか、右側のより一般的なルートの一般的な動画アプリケーション開発を適用していただけます。今回は一般的なルートを進みいたします。Visual Studio のアプローチですが、Docker、Linux、または Trizon Core の操作を知りたくない Linux の初心者には本当に役立ちます。Visual Studio のルートの詳細をもっと知りたい場合に、弊社のスタートガイドを参考してください。そして先日、英語でトライゾンでアプリケーション開発のため、ビジュアルスタディオ専用のウェビナーもリリースいたしました。ご興味がございましたら、ぜひご覧ください。なお、どっかの一般的なアプローチなら、もっとスケーラブルで、開発者はコンプリートコントロールを持っているので、どっかを試していただければ幸いです。特に、ビジュアルスタディオのプラグインは、自動的にどっかとコンテナのビルドを管理しているので、少し不透明なソフトウェアではないか気になるかもしれません。もちろん、まず Visual Studio でアプリケーション開発を始めて、後に Docker の一般的なアプローチに移動することもできます。それでは、これから Docker の深い話を進みましょう。ソフトウェアコンテナですが、前回のソフトウェアコンテナとは何か、とりあえずね、コンテナの役割、トライゾンに含まれているどうかの対話方法について簡単な紹介いたしまを行いました。今回どうかについてももう少し詳しく説明したいと思います。特にどうかのコンポーネント、どうかファイルとどうかコンポーズの主な使用方法をご紹介したり、いくつかの詳細と実際な例をご紹介したいと思います。次の同化方法ですが、トライゾンコアに限らず、何でも同化のベースの環境も適用することがいただけます。続く前にご協力お願い申し上げます。大変恐れ入りますが、次のアンケートに同化とソフトウェアコンテナの知識を教えていただけますか？はい、すいませんが、ご協力お願い申し上げます。30秒がかかって、アンケートの回答の期間が終了となります。はい、回答がもう来ていると思いますね。はい、あと5秒、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。これから結果をシェアしますね。基本的に全く聞いたことがない方がないけど、あんまり、ご利用がなかったけど、まあ、これから紹介しますね。はい、ありがとうございます。Docker はアプリケーションプラットフォームとフレームワークでございます。Docker はコンテナと呼ばれる緩く分離された環境でアプリケーションをパッケージ化して実行する機能性をご提供します。分離とセキュリティにより、特定のホストで多数のコンテナを同時に実行できます。コンテナは、ハーパーアドバイスをご利用せず、ホストマシンのカーネルのまま実行いたします。Docker はコンテナのライフサイクルを管理する機能性とツールをご提供しております。まず、ユーザーはコンテナで自分のアプリケーションと依存関係と開発して、
コンテナイメージをパッケージします。そうすると、ユーザーはこのコンテナイメージだけ管理しないといけないようになります。そのままユーザーはソフトウェアコンテナとしてコンテナイメージをインストールすることができます。今まで何回もドライゾンコアでどうかランタイムバイナリーが含まれているはどんどんと言われましたが、こういうことはどういう意味でしょうか。Docker という Docker エンジンはクライアントとサーバーのアーキテクトを基づいております。外側のレイヤーは CLI という Docker クライアントは Jupyter のリクエストからコアの Docker D と呼ばれる Docker デーモンと昇進します。Docker クライアントは Docker ユーザーが Docker と対応するための主要な方法です。Docker Line、Docker Run などのコマンドをご利用すると、クライアントはコマンドを Docker デーモンに昇進して実行します。API ですが、Docker クライアントとデーモンは Unix、ソケットまたはネットワークインターフェースを介して Docker API と呼ばれる REST API を介して昇進します。この Docker デーモンは Docker コンテナを管理します。作成や実行や配布やディプロイなどの面倒な作業を行います。Docker クライアントとデーモンは同じシステムか分けているシステムの両方のケースがございます。Docker クライアントとリモートの Docker デーモンに接続することし、複数のデーモンと通信することができます。Horizon Core なら、クライアントとデーモンは両方がシステムのオンモジュールにございます。つまりに、ユーザーは Docker クライアントに対話して、Docker デモはご希望の動作を行います。Docker エンジンはイメージ、コンテナ、ネットワーク、プラグインなどの Docker オブジェクトを管理します。こちらではイメージ、コンテナ、レジストリーはサイモをご利用しているオブジェクトとして焦点を当てさせていただきます。イメージはDocker コンテナを作る手順が記載されたジョミトリ専用のテンプレートです。正常にイメージは別のイメージに基づいてご希望の機能性を追加してイメージを作ります。Horizon なら Horizon の Debian イメージに基づいて独自のコンテナイメージを作るケースが多いと思います。次ではコンテナですね。コンテナは、イメージの実行可能な、イメージインスタンスでございます。Docker クライアントで Create、Stop、Delete などの希望の動作が行えます。さらに、ネットワークを接続したり、ストレージに追加したり、他の設定なども行えます。デフォルトの動作ですが、コンテナは他のコンテナとそのホストマシンから離れています。コンテナのネットワーク、ストレージ、またはその他の基本のサブシステムをコンテナは分離するか制限していると思います。開発者によってコンテナを起動する際に許可を与えると思います。コンテナのストレージですが、イメージから作られてコンテナのファイルシステムで変更したり、ストレージをついていなければ、コンテナをクローズすると変更がなくなります。変更を保存したい場合に、ボリュームというそのストレージを接続する必要があります。最後に、Docker イメージを保存する場所のレジストリーがございます。コンテナをディプロイのため、レジストリーにイメージを保存する必要があります。Docker レジストリーを例えると、GitHub のような Docker Hub のパブリックレポジトリをご利用いただけます。なんだけど、もっと個人的なソリューションのため、Docker Hub のパブリックレポジ、プライベートレポジトリ、またはロカルレジストリーをご利用いただけます。これからご利用する主なコマンドは Docker Build と Docker Run ですよね。の一つの、典型的な
どうかコマンドを各部分が少しずつの分析をしましょう。この場合、Web インターフェースを介してコンテナを管理するためにご利用しているポーテイナというの、コンテナを実行するコマンドでございます。このポーテイナコマンドを起動するコマンドを実行したら、次の手順が行えます。まずは、レジストリからイメージをダウンロードします。Docker プールポーテイナ、出すポーテイナをジョビ出したようにダウンロードします。次は新しいイメージを作ります。Docker コンテイナクリエイトをジョビ出したように。次、Docker は読み取りと書き込みのファイルシステムをコンテイナに割り当てます。Docker は-b のついた、フォルダを元のファイルシステムからコンテイナファイルシステムにマップします。ファイルシステム、元のファイルシステムは本当にコンテイナのファイルシステムは大変離れているから、この、ボリューム、この -b のついていなければ全く、離れていると思います。Docker はコンテイナ、次は Docker はコンテイナをデファルトネットワークに接続するためのネットワークインターフェースを作ります。次は Docker はシステムポート8840をコンテイナの9000ポートにマップします。そしたら外からこのポーテイナのデータにアクセスすることができます。ついに、Docker はコンテイナを起動し、デファルトのエントリーポイントで実行します。エントリーポイントですが、後でもう少し説明させてくださいが、基本的にコンテイナの実行するコマンドということです。Docker は非常に強力ですが、ご覧の通り、コンテイナを起動するにはコマンドを手動で実行する必要がありました。正常、コンテナをビルドして実行するには、いくつかの手順がございます。こちらは Docker ファイルが役立つところだと思います。Docker は Docker ファイルから手順を読み取ることにより、イメージを自動的に作られます。基本的に Docker ファイルは従作がコマンドラインで呼び出して、イメージをまとめてすべてのコマンドを含むテキストファイルです。先に Docker Run ポーテイナーをご利用して、ビルド済みのコマンドを、すみません、ビルド済みのコンテイナーを実行しましたが、自分のイメージをビルドする場合はどうなりますでしょうか。Docker ビルドですが、ユーザーは復習のコマンドライン命令を連続して、実行する必要があるビルドです。Docker ビルドコマンドは、Docker ファイルとビルドのコンテクストからイメージが作られます。ビルドのコンテクストっていうのは、ローカルファイルシステムの場所、または Git にリポジトリにあるファイルということです。ビルドは Docker クライアントではなく、Docker デーモンによって実行されます。ほとんどの場合、コンテクストとしてからダイレクトリに Docker ファイルのビルドのため必要なファイルだけ追加すればよろしいと思います。Docker ファイルはコンテナのメインなビルドツールになると思います。前回、ご利用したラズベリーパイセンスハットの例でご利用されました、Docker ファイルの一つを表示させていただきました。特に、I2C センサーに接続する Python アプリケーションに対応する Docker ファイルです。じゃあ、今は、この Docker ファイルを紹介しますね。はい。こちらは、全部のこの、Python と、センサーとのセンサーに、すいません。いろいろ。うるさい、申し訳ないです。はい、大丈夫です。すいません。ご覧のように、これは
全部の、このセンスハット、ラズベリーパイに接続できるセンスハット、Docker ファイルでございます。Docker ファイルでソースコードはありません。ソースコードは各の言語ファイルに含まれています。Docker ファイルにはこのコードをビルドする方法と他のデビアンシステムのようなシステムで実行する方法に関する指示が含まれているだけです。この場合、Python、C と C++ で作られたプログラムをご利用します。じゃあ、少しずつの、この Docker ファイルの中身を、説明しましょう。とりあえずは、この arg と from の、パラメータですね。これというのは、トライソン from を設定すれば、どこから、フィード、どこからアーキテクタを設定することです。こちらは、arm の、64ビットの、トライソンから、全部の、フィードをとして、取りくださいということですね。次は、デビアンのようなすべての依存関係をインストールできるように、この、コマンドを実行しますね。とりあえず、例えばね、この Python3 のすべての、デベロップメントファイルの、依存関係をダウンロードしますね。次は、C 言語の、ツールチェーンもインストールしますね。特に、こちらはの、こちらは C++ の必要な理由は、この後です、紹介しますけど、この、RTIM、RIB っていうのは、これはセンサーとのセンサーのを読み取りのため、このライブラリが必要となります。このライブラリをインストールできるように、C++ のツールチェーンが必要となります。次は、Python、普通の正常の Python3 でいろいろな依存関係をインストールしますね。次は、ソースコードと、普通の Python の方法でインストールします。次に、最後に、ラズベリーパイの、自分の Python アプリケーションから、バイナリーのコンテナのファイルシステムのバイナリーファイル、フォルダにコピーします。最後にエントリーポイントですね。エントリーポイントは、こちらっていうのは、このような、後でもう少し説明しますけど、基本的に、この wait for it と、Python3 を実行してくださいということですね。このコンテナを実行するときに。はい。そしてこれから、そうですね。今回、wait for it の機能をご利用いたします。この wait for it ですが、wait for it ツールはホスト名前とポートが見つかるまで別のプログラムの起動を延期します。今回複数のコンテナを同時に起動するので、一部の起動は少し時間がかかって、残りの機能の前に必要であるため、非常に便利だと思います。ビルドですが、もう、ビルドの手順の動画をご紹介いたします。はい。左側で、私のラズベリーパイハット Python の、ビルドフォルダーですね。こちらは、先ほどのセンスハットとかいろいろの、必要なことが含まれていると思います。そして、Docker ファイルも含まれています。次は、Docker ファイルをもう紹介して、はい。こちらは、Docker ファイル、Docker ビルドを、ご紹介、全部をご紹介のため、カッシュが、カッシュなしで、ビルドしてくださいということですね。だけど、普通に、Docker のカッシュは、強力ですから、本当に、あんまりの前の、指示が変更しなければ、再ご利用、改めてご利用すると思いますね。なんだけど、これは、こちらに、初めてから、
ビルドします。とりあえずはこの from の、パラミータを設定して、その、設定の上、APT をご利用すると、この ARM64bit を、ご利用くださいということですね。なんだけど、ご覧のように、これはDebian の普通のようなみたいじゃないですかね。Debian のように、すべての依存関係をインストールします。あとは、アップデート、またアップデートを、実行して、GCC とツールチェーンもインストールします。また、普通の Debian のシステムのようなインストールします。Debian の ARM64bit のフィードがある限り、何でも、何でも、というわけではないなんですけど、何でも、いろいろな、ソフトウェアがあると思います。だけど、今回は、いろいろなことがないので、自分でソースコードをダウンロードして、普通の Python 3とか、そうですね。Python のアプリケーションなんだから、Python 3の普通方法で、インストールします。システムで。はい、こちらは、このアプリケーション、Python のアプリケーションが実行できるように、依存関係もインストールします。気になるところは、この LTIM リブですね。先ほど、も言った通りですね。いろいろな ARM の、GCC をご利用しているから、ツールチェーンのダウンロードしてご利用します。これは特定なの、このライブラリーのインストールのため必要となりました。これはセンスハットの、センサーの読み取りとか接続したりとかのため、必要があったと思います。これはワーニングだけですね。そして普通に全部の依存関係をインストールして、はい。あとはコピーして、もうビルドができました。つまりに、Docker ファイルはコンテナイメージを作る具体的な、現実的なアプローチだと思います。ご覧のように、Docker ファイルにはアプリケーションのソースコードは含まれていません。ビルドする手順だけが含まれています。そして、ソースコードと、必要な依存関係を追加する限り、Docker ファイルは様々なプログラミング言語をご利用しても問題ございません。次に、要求アドバイスですか。マルチステージビルドをご利用すると、コンテナイメージのサイズが減らすと思います。最近、この機能を、どっかに追加しましたが、イメージをコンパイルすると、アプリケーションの実行必要なファイルだけ新しいビルドステージに移動して、そのファイルが作られるコンポーネントを最終的なイメージにご利用しません。例えば、先にコンパイル済みのファイルをビルドすると C と C++ のツールチェーンは不要になったでしょうね。マルチステージビルドをご利用しなければ、コンテナイメージはの中にこの不要なツールチェーンが含まれていると思います。もうイメージをビルドしたら、モジュールにコンテナを実行したいと思いますね。それでは自分の Docker ファイルをご利用して、コンテナイメージが
作られたので、が作られたので、ボードにデプロイにしましょう。また、デプロイのため、いろいろな手順があると思います。開発の時、すべてのソースコードを送信して、そのままビルドすることができます。ただ、こちらの方が CPU によってビルドが時間がかなりかかって、スケーラブルな方法ではないと思います。ではないと思いますね。なんだけど、ソースコードを変更するたびに、変更したファイルをモジュールに改めて送信する必要があります。その代わりに、自分の開発パソコンで、コンテナイメージをビルドした方がよろしいと思います。ビルドしてからモジュールの動画でダウンロードしてインストールすることができます。そうしたらソースコードとコンテナイメージをさらに区別すると思います。また、モジュールにデプロイする方法が、いろいろあります。いくつかは Docker Hub アカウントを登録する必要がありましたが、今回 Docker Hub なしで自分のローカルレジストリを設定して合流します。はい、ローカルレジストリからデプロイですが、開発マシンで Docker レジストリコンテナを起動してレジストリが作られます。このコマンドで、自分の開発用のパソコンでレジストリーを設定して、その上、モジュールの、中で、この ATC の動画のダイヤモンドと JSON で設定することができます。そしたら、このコンテナイメージは、インストールすることができます。なお、もう少しずつお説明しますね。なお、コンテナイメージをビルドする際に、コンテナ名前の、レジストリー URL を追加することで、コンテナイメージをレジストリーに、プッシュします。アップロードしますね。次に、作られたレジストリーをご利用するため、モジュールの同化設定をするモジュールの同化を設定をする必要があります。開発には安全ではないレジストリーをご利用できますが、HTTPS 証明書ベースのレジストリーも作るオプションがあります。開発以外の自分のレジストリーをご利用する検討する人、がありましたら、どこかの詳しい予報をご覧ください。モジュールでは次のファイルを作って、安全ではないレジストリーリストに IP アドレスを追加して、Docker デモの再起動してからご利用いただけます。このままで、モジュールのローカルレジストリーからプールして、他のコンテナと同じような Docker ランを実行することができます。同様に Docker Hub の自分のアカウントの、パブリックレポジトリまたはプライベートレポジトリをご利用いただけます。詳しくは、弊社のデベロッパーセンターとどっかの参照をご覧ください。そしてまたご紹介しますので、動画をご提供しますね。ご紹介しますね。はい。左側で、シリアルコンソールの、このモジュールのシリアルコンソールでございます。右側に、自分の開発用のパソコンがあります。右側に、もうビルドができました。で、ビルドができて、プッシュ、他のプッシュの方法なんですけど、こちらは、もう、ビルドできて、別々に、プッシュしましたけど、先に教えたコマンドで、このプッシュする、直接プッシュすることもできます。じゃあ、これから、もう、プッシュして、自分のレジストリーの中にいます。そして、これから、このモジュールで、この、
安全ではないレジストリも設定しましたので、もう、プルすることができます。その簡単で、同化のハーブ、弊社の、開発できたの、コンテナイメージはその簡単で、プルすることができます。そしてもう、普通のように、他のコンテナのように、この、コンテナイメージを、ドカーランなどを実行することができます。はい。ドカーファイルですね。ドカーファイルは、複雑なビルドを自動化して、独自のコンテナイメージが作られるようにする優れた方法だと思います。ただし、機能を追加してモジュール性を維持するために、違うコンテナを並行した方がよろしいと思います。例えば、さっきのラズベリーパイセンスハットデモでは5つの違うコンテナをご利用しております。このマルチコンテナアプリケーションアプローチをサポートするために、ドカはコンポースをご提供しております。ドカコンポースはマルチコンテナのドカアプリケーションを定義して実行するためのツールでございます。ドカコンポースでは、YAML ファイルをご利用してアプリケーションのサービスと呼ばれるコンテナを構成して一つのコマンドで全てのコンテナが起動されます。Docker コンポースの使用は基本的に3つのステップのプロセスでございます。一つは必要な Docker ファイルを作ります。Docker ファイルで実行できる限り Docker コンポースで採用することができます。次に Docker コンポースの YAML ファイルで全てのサービスと必要な設定を追加します。最後に Docker コンポースアップを呼び出して全てのコンテナを起動します。前回のウェビナーですが、そのウェビナーで Docker コンポースを介してアプリケーションの起動したことを覚えているでしょうか。さっきの Docker Compose の YAML ファイルの中身をご説明いたします。はい。これは、この Docker Compose YAML ファイルですね。今回、こちらではサービスと呼ばれる5つのコンテナがあります。これは、とりあえずは、先ほどの、Docker ファイルをご紹介したの、Raspberry Pi Hats Python ということですね。これは、このサービスは Docker ファイルからすでにビルドしてレジストリーにコンテナイメージをアップロードされていました。ロカルレジストリーでビルドから来ましたので、またロカルでこのモジュールの中でイメージビルドをしません。このコンテナイメージは、パブリックレポジトリ、またはロカルレポジトリからダウンロードして実行します。Docker Compose は、マルチ Docker Run コマンドとしてみなしています。こちらの設定ですが、Docker Run で適用することもできます。Docker 参考で全てのパラメータの意味をご確認いただけますが、例えば前に紹介したの Raspberry Pi Hats の Docker ファイルが I2C とか、フレームバッファーとか、入力デバイスとか、設定してご覧いただけると思います。そしてバックエンド、と呼ばれるネットワークも設定します。起動のため、コマンドも表示されていると思います。先ほど、前にエントリーポイントとしても、言及したものですが、機能によって Docker ファイルではなく、Docker Run または Docker Compose の実行ときに、エントリーポイントを定義した方がよろしいと思います。このようにして、コンテナの起動の、柔軟性を追加することと思います。また、イメージがロカルレジストリから取得されていることも理解いただけると思いますね。
以前のラズベリーパイハットのコンテイナーイメージのようにロカルレジストリーからフラスカップ、これはあのウェブサーブ、あの Python のウェブサーブですね、Python のウェブサーブのコンテナとキオスク、これはあの Chromium というあのブラウザのコンテナも実行することができます。次にあのリポジトリからそのままリポジトリからあのそのままプルされて InfluxDB というダータベースツールおよびトラデックスリポジトリから、ウェストンもあります。また、Docker Compose、ファイルにアプリケーションのソースコードはありません。こちらは Gmail にビルドして Docker Registry に保存して、Docker Compose を実行するとコンテイナーイメージをプルして、そのままコンテイナーとして実行します。コンテイナーイメージは、開発者には、ご希望の程度のカスタマイズをご提供しております。例えば、コマンドラインを介して、I2C ですね。I2C のデバイスを、とか、フレームバッファーデバイスとかをコンテイナーに渡して実行することもできます。今回、ハードコーディングされていますが、同じコンテナイメージを異なる設定でご利用したかったら、このアプローチも、ぜひご採用する、ご採用してください。はい。あの、これにより、あの、トライゾのインストールして、あ、申し訳ないです。あの、また、プレゼンテーションを戻ります。はい。これにより、トライゾのインストールして、Docker ファイルと Docker Compose のご利用の仕方の上、自分のアプリケーションの開発をのため、ぜひ、採用いただければ幸いです。これから、独自のアプリケーションのため、お楽しみにしております。それでは、実技用途を始めましょう。トライゾンコアをインストールするだけで何もコンパイルせずにあのこれらのサンプルのコンテナをご利用を開始できますか？あ、はい、そうですね。あの、ま、先にトラデックスイージインストーラーを、インストールしてからあのそのまますぐにあの Docker、ま、あのインストールが完了するとあの Docker のコマンドを実行することができます。そのままで。以前のように、あの、ジョクトでイメージを引き続きご利用できますか？あ、はい、問題ないです。ま、あの、並行なんですけどね。あの、今まで、あの、トラデックスのイメージのビルドのため、あの、ジョクトしかなかったと思いますね。なんだけど、あの、これから、あの、Linux の初心者に、あの、みんなが、あの、あんまり、そう、あんまり経験がないの人には、あの、このトライゾンコアで、ジョクトをご利用せずに、あの、アプリケーションとか自分の付加価値を追加していただけると思いますね。はい、日本で販売していますか？事務所がありますか？ま、あの、今回は、あの、事務所ですね。あの、事務所はないですが、僕、ま、私は、あの日本にいて、あのそしてあの営業とあの技術サポートとして、代理店があると思いますね。はい、あの弊社によかったらあの弊社のサイトで、ご覧いただけると思います。この、代理店の情報ですね。はい、ま、これから、他の質問がないでしょうか。それでは、ウェビナーの期間が終了となります。また、参加いただき、誠にありがとうございます。あの、このウェビナーは、1週間後の後で公式リリースさせていただきます。さらに、お問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡してください。今後とも、
よろしくお願いいたします。はい、失礼します。